地元長崎白浜和平選手です。ね、武雄から調子どうですか？そうですね、変わらず普通だと思います。で昨日ね、監督でもあんだけ練習してそのオーバー枠じゃない、大丈夫？大丈夫です。大丈夫、はい。いやね、今からまたね、心機一転でね、頑張っていくよね。はい、はい、頑張っていきます。どう、やっぱりちょっとこうまだ練習に馴染んでないとかそういうところはない？そうですね、もう皆さん監督が強いんで全部離れてばっかり、うん、でもね、はい、1ヶ月でも変わってくるけどね、すぐね。あ、本当ですか。うん、もう、まあ、その練習にまた慣れてね、はい、うん、で明日は、明日は九州3人の先頭で走らせてもらいます。はい、じゃあファンに一言お願いします。1着目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。地元長崎坂本正和選手です。伊藤から調子はどうですか？いや、調子は普通です。どうです、この暑さの中の練習は？そうですね、やっぱり応えますね、あの年取ってる分きついです、はい。いやでもね、こう松山豊富村がちゃんと、ね、初日とかまとめていますよね。そうですね、ちょっと前の選考選手が頑張ってくれてですね、うん、なんとか恵まれている状況です、はい。ね、なんか記念があったんですけども、こっちの F1 の方をね。そうですね、もう記念はもうずっと走らせてもらってたんで、はい、支部長として、はい、ちょっと裏方で頑張りたいと。支部長として、父親として。そうですね、父親でちょっと緊張しそうなので。あ、なるほど。一生配分だったら、そうですね、それもあります、はい。いやでもね、やっぱここは地元ですから、まあこうね、明日はその岩谷君の。そうですね、岩谷と健坊の後ろで、はい、しっかり頑張りたいです。まあね、大塚選手はしょっちゅうね、今まで走ってますからね。そうですね、はい、はい、もうあとついていくだけです。あとまっすぐ走ってもらってね。そうですね、はい、その辺も分かってます。じゃあファンに一言お願いします。はい、一戦一戦確定版上がるように頑張ります。応援よろしくお願いします。